ボルフガング・アマデウス・モーツァルトは、独創ホルンと還元楽のために、ホルン競争曲を複数残している。一般的には、第1番から第4番までの4曲を作曲したと、されるが、他にも、未完成の談笑がいくつかある。厳密に言えば、第1番も、未完成作品と指摘されることがある。モーツァルトの友人で、ホルンの名手であったロイト・ゲープことヨーゼフ・ロイト・ゲープの、 ために作曲されたと考えられている。一部の作品は序盤にプントのために作曲されたとする説もある。一般には第1番から第4番と番号付きで称されており、過去の研究では番号順に作曲されたと考えられていた。しかしながら近年の研究では第2番、第4番、第3番、第1番の順で作曲されたと考えられている。このため、 新前終盤では番号は付けられておらず、単にホルンと還元楽のための競争曲という名称にケッヘル番号が添えられるだけとなっている。作曲年代順に4曲を並べて比較すると、前半の第2番、第4番より、後半の第3番、第1番の方がホルンの音域的には優しく書かれている。第2番、第4番では最高音で E5 が要求され、 高い音へと駆け上がる、技巧的なフレーズが多用されている。一方第3番では、高音が C5 までしか使われず、音域の点では、第2番、第4番より優しい。さらに最後に作曲された第1番では、曲全体の調整を、それまでの変歩調調から半音下げて、二調調としており、高音は B4 までしか出てこない。技術的には、 第三番よりさらに優しい。ロイト・ゲープが1792年に60歳で演奏家を引退していることから、こうした技術的液化傾向は、ロイト・ゲープの華麗による技量の衰えをモーツァルトが配慮したものであろうという指摘がある。これらの競争曲は、バルブのないナチュラルホルンのために作曲された。音階や半音階は、右手の操作でしか実現できないものが含まれる。 右手の操作を伴うため音色のムラが生じるが、ハンドストッピングによる音色のムラを生かして作曲されていると指摘されることが多い。ロンド学章の多くは狩りのロンドと呼ばれている。8分の6拍子であり、狩りのリズムを利用した旋律となっている。以下の2つの学章からなる。アレグロ、2丁調4分の4拍子。ロンド、アレグロ、2丁、8分の6拍子。 管弦楽の編成は、大覚え2本、ファーゴット2本と、弦楽合奏。ただし、ロンド学章は、初校では、管楽器なし、改底校では、ファーゴットが使われない。感情学章を持たない2楽章形式は、古典派の競争曲としては極めて異例である。一般的な旧管級の3楽章形式を意図して着手されたが、中間楽章が作曲されずに終わったのだろうと。 考えられている。ロンドンの各賞には2種類の譜面が残されている。一方は、曲の構成は最後まで完成しているものの、独奏パート以外の伴奏の大部分が未完成であり、初稿と呼ばれる。もう一方は、伴奏を含めて全て完成しているもので、改定行と呼ばれる。従来の研究では、1782年にアレグロが作曲され、 同時に、ロンドも着手されたが未完で放置され、その後1787年に全面的に書き直す形で、ロンドが完成されたと考えられてきた。最近の研究では、そもそも、アレグロは1791年に書かれ、ロンドも同時期に書かれたとされる。ロンドについては、モーツァルトの没後の1792年に、 弟子のフランツクサーバージュースマイヤーが保筆完成させたものであると考えられている。これは現在ほぼ定説となっており、この説の普及とともに、海底校のロンドは、ジュースマイヤー版と呼ばれることがある。モーツァルトの4曲のホルン教奏曲のうち、二丁丁で書かれたのは、これが唯一である。概要で述べたように、モーツァルトがロイトゲープの技量の衰えを気遣って、 他の三曲より調合を下げたという見解がある。ロンド学賞の速度記号はアレグロであるが独創ホルンのみアダージョと記されている。通常これはモーツァルトのユーマーと解される。ロンドの譜面には独創ホルンの部分に最初から最後までロイトゲープをからかうセリフが書かれている。楽曲の表情を実況中継したようなセリフであると指摘されることが多い。 ロンドの譜面には、ジュースマイヤーにより、ウィーン、青金曜日、1792年という日付が記されている。かつてこの海底校が、モーツァルト自身の作曲だと考えられていた時期には、モーツァルトがふざけて、未来の日付を書いたと、解釈されていた。海底校の中間部では、エレミアの愛家の旋律が奏でられ、ジュースマイヤーによるモーツァルトへの追悼の意の現れで、あるとされる。 古い時代の録音はほとんどすべてアレグロとロンドによるものである。最近では第二楽章としてロンドの伴奏部分を補って演奏する機会も増えている。録音では初行、海底校の両方を収録しているものも多い。以下の三つの楽章からなる。アレグロマエストーソ、変歩長調四分の四拍子。アンダンテ、変度長調八分の三拍子。 ロンド、アレグロ、ヘンホ町長、8分の6秒し還元楽の編成は、オーボエ2本、ホルン2本と、弦楽合奏。前週版スコアでは、チェロベースの譜面に、ファゴット、任意という脚中が付されている。1783年に作曲されたと、考えられている。自筆譜面には、ロバ、オウシ、バカのロイトゲープをアワーレンでの書き込みがある。 以下の三つの楽章からなる。アレグロ、変歩調調4分の4拍子。ロマンス、ラルゲット、変異調調2分の2拍子。ロンド、アレグロ、変歩調調8分の6拍子。管弦楽の編成は、クラリネット2本、ファゴット2本と、弦楽合奏であり、特にクラリネットの仕様は、モーツァルトの作品群の中でも目を引く。演奏時間は、約15分。 従来の研究では1783年作曲とされていたが、近年の研究では1787年作曲とされる。自筆譜の紙質、インク等の調査結果から推定されたものであり、最近ではこの説がほぼ定説となっている。ただしモーツァルトは1784年以降の作品を自作目録に記していたが、この作品は目録に記載がなく、 疑問が残されている。第一楽章展開部の複雑な和音進行や第三楽章ロンドの第三主題で第二楽章第一主題が引用されることなど手の込んだ作曲技法が使われており、4曲のホルン競争曲の中では音楽的に最も充実しているとも評される。概要でも述べたように独奏ホルンは高い音をあまり使わず、 音域の点では優しく書かれているが、中音域で音程の取りにくい音がたびたび使われ、ナチュラルホルンのハンドストッピング奏法の点では、高い技術が要求されている。第1楽章の第2主題は、ピアノ競奏曲、第21番に似ていると指摘されることが多い。ミハイル・ハイドンはこの曲の第2楽章を、ホルン50奏に編曲している。以下の3つの楽章からなる。アレグロマエストーソ、 ヘンホ町長、4分の4拍子。ロマンス、アンダンテ・カンタービレ、ヘンロ町長、4分の3拍子。ロンド、アレグロ・ビバーチェ、ヘンホ町長、8分の6拍子。還元楽の編成は、オーボエ2本、ホルン2本と、弦楽合奏。全集版スコアでは、チェロベースの譜面に、ファゴと任意という脚注が付されている。演奏時間は、約16分。 モーツァルトの自作目録には1786年6月26日完成と書かれており、ロイトゲープのために作曲したと記されている。この曲には現在ではほとんど演奏されない遺構が存在する。1802年にオフフェンバッハで出版された最初の出版譜に基づくもので、翌1803年にウィーンで出版された2番目の出版譜よりも、 全体で43小節短く、また所々で高い音や低い音が省かれ、技術的難易度が下げられている。モーツァルト全集は1803年ウィーンの原点の出版符に基づいており、こちらが現在広く普及している譜面であるが、1802年出版の43小節短い以降の方も、新モーツァルト全集で付録として一部が紹介されている。 古い安価な再販譜面の一部には、この意向に基づくものも見られる。自筆譜は、第二学章の22小節目以降と、第三学章の140小節目以降が現存し、第一学章はすべて失われている。自筆譜の現存部には、赤、青、黒、緑の4色のインクを織り混ぜながら、やや見づらい形で書かれている場所がある。曲層の変化に合わせて、 色を変えているとの指摘もあるが、単なるモーツァルトの気まぐれで深い意味はないだろうとする見解もある。四色インク仕様については、常実の意向の存在と合わせて、学説単位で自由に省略可能な形になっていたのではないかとする指摘もある。古い出版譜面では、独創ホルンが、トゥッティ部分でも、伴奏の一番ホルンと同じ内容を吹き続けているものがある。これについては、 通奏低音の名残とする考え方もある。アレグロ4分の2拍子による単一のロンド学章である。1781年に作曲された。独奏部分は完成しており、伴奏部分のスコアには未完成部分が多いが、それらを保湿して演奏される機会がしばしばある。1989年、長い間紛失していた中間部の60小節の自筆譜が発見され、 この曲の本来の姿がようやく判明した。それ以前はこの部分を欠落させたまま保筆、録音されていた。一般的にはコンサートロンドと訳されるが競争風ロンド、コンチェルトロンドなどと訳されることもある。4分の4拍子による単一のアレグロ楽章である。1781年頃に作曲された。楽の編成はオボエ本、ホルン本と、 原楽合奏。バラバラの状態で127小節が現存。この曲については、現在、曲全体の譜面の存在が確認されておらず、また、スコア自体にも未完成部分が多いので、曲の全体像が把握されているとは言い難い。これは、1856年に、息子のカール・トーマスが、父の生誕100年祭に、自筆譜をバラバラにして数人に検定したために、 参逸し、現在では一部が失われたためである。前期のコンサートロンドと合わせて、一つの競争曲になることを意図していたのではないかとの説もある。独創ホルンパートには、前、内宇宙からいきなりオクターブ跳躍するなど、モーツァルトのその後のホルン競争曲では見られないような、用法がある。譜面が欠落していることもあり、一般的な演奏機会は、ほとんどないが、 モーツァルトのホルーン競争曲全曲を録音する際、余白に録音されることがある。その場合、現存する譜面部分を尊重して最小限の保筆で演奏される場合と、展開部などを大々的に追加作曲して演奏される場合とがある。4分の4拍子による単一のアレグロ楽章であり、1785年か1786年に着手されたが、 作曲が途中で放棄されたと思われる。現在残されているのは冒頭91小節のみであり、さらに82小節以降は独創ホルン部分しか残されていない。補聴調によるホルン競争曲はこの曲のみである。曲が途中までしか存在しないこともあり、一般的な演奏機会はほとんどないが、 モーツァルトのホルン競争曲全曲を録音する際に余白に同時に録音されるケースがある。その場合も譜面が存在している箇所のみを演奏する場合と中間部分から曲の集結までを追加作曲したもので演奏する場合とがある。ホルン奏者にとっては真っ先に収める最も重要なレパートリーであり、録音も非常に多い。実演での演奏機会も多く、 特に第3番と第4番の演奏は多い。録音としては古くは、デニス・ブレインによる1954年のモノラル録音が有名であるが、第1番は海底校であり、断章は全く演奏していない。断章を含めた全品録音は、ブレインの弟子であるバリー・タックウェルによる1983年の録音が最も古い。その後、複数のホルン奏者が、 同様の試みを行っている。第1番の第2楽章は、古い録音はほとんど全て改底校による。最近では初校による演奏も増えている。第4番の移行を用いた録音は、極めて少なく、ペーターダムによる1974年の録音で、聞くことができる程度である。ただし、移行に基づくペーターダム独自の工程であり、 モーツァルト新全集に付録として収録されている譜面とは若干異なる。コンサートロンド K371 は常述の1989年に発見された中間の60小節が古い録音には含まれていない。談笑の K370 ビット及び K494A についてはオランダのホルン奏者ヘルマに有利線が追加作曲し、それぞれ ホルン競争曲第5番、ホルン競争曲第6番と称してレコーディングされたこともある。譜面も出版された。ただし一般的に評価を得たとは言い難い。上述の通り、これらの曲は本来バルブのないナチュラルホルンのために作曲されている。現在ではバルブホルンで演奏されることが多いが、ナチュラルホルンで実演、録音を試みる例も増えている。ナチュラルホルンによる録音は、 メイソン・ジョーンズによる1961年の録音に遡る。ただしこれは4曲のうち、第1番の第2楽章だけ、ナチュラルホルンを使用し、残りは現代のバルブホルンを使用したものである。ナチュラルホルンによる全曲録音は、ヘルマン・バウマンによる1973年の演奏が最初となる。以下にナチュラルホルンによる全曲録音を年代順に示す。 ありがとうございます。